ハール・アドルフ・シューリヒトは、ドイツの作曲家であり、20世紀の最も重要な、オーケストラ指揮者の一人。1923年から1944年まで、ビースバーデンの音楽総監督を務め、グスタフ・マーラーの作品の解釈で、国際的な名声を得た。また、ライプツヒ交響楽団首席指揮者、ドレスデンフィルハーモニー管弦楽団首席指揮者、 ベルリンフィルハーモニーが唱団芸術監督を務めた。終戦前にドイツを離れ、スイスに移住。以後、コンセルトヘボー還元楽団、スイスロマンド還元楽団、ベルリンフィルハーモニー還元楽団などの客演指揮者として活躍。特に、ウィーンフィルハーモニー還元楽団とは、親密な関係を築き、1960年には、 ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の名誉指揮者に任命された。ザルツブルク音楽祭にも何度か出演し、海外ツアーでも国際的な成功を収めた。ウィーン古典派の作品やアントン・ブルックナーの公共曲の重要な解釈者とされていた。ダンツイヒ生まれ。父親カール・コン・ラート・シューリヒトはオルガン奏者で代々受け継がれてきたオルガン製作者であり、 祖父のカール・ゴッドヒルフ・シューリヒトも一緒に働いていた。父は、息子カールが生まれる3週間前に、バルト海で楽器を運搬中に船から転落して、溺れた雇い人を助けようとして、命を落とした。カールの母親は、ポーランドのオラトリオ歌手、ピアニストのアマンダ・ルドビカ・アルビネ・シューリヒト・ブジノースカ、であり、幼少から音楽に囲まれた環境に育った。母親が再婚しなかったため、 少年はおじに育てられた。修理人は、1886年から、ベルリンのフリードリヒス、レアルギムナジウムに、1892年から、ビースバーデンのケーニーヒス、レアルギムナジウムに通った。詩人のヨーゼフ・フォン・アイ・ヒエンドルフやアダルベルト、シティフターに興味を持った。6歳からバイオリンとピアノを学び、11歳で、最初の作品を作曲し、 15歳で指揮を始めた。最初の師匠は、ビースバーデン宮廷カペルマイスターのフランツマンシュテットであった。1902年には、クジンスキ財団の作曲賞を受賞し、フランツ・フォン・メンデルスゾーンから奨学金を受け、これにより1901年に、ベルリンのシュテルン音楽院に入学。1903年までピアノを、エルン・ストルドルフに、作曲を、 エンゲルベルト・フンパー・ディンクとハインリー・ヒファン・アイケンに支持した。また、バイオリニストのアンリ・マルトや、作家のフリードリ・ヒ・リーンハルトとも親交があった。ビースバーデンの音楽総監督1901年から1902年まで、マインツ国立歌劇場のコレペティトルを務め、音楽家のキャリアをスタートさせる。1904年から1906年までは、病気のために仕事ができなかったが、 1906年には、ゲオルク・ヒュットナーの代わりに、ドルトムント・フィル・ハーモニー還元楽団の指揮者を務めた。1907、1908年には、ツビッカウ・市立劇場で、オペレッタのカペルマイスターを務めている。その後、バート・クロイツナフ・ハクア公共楽団の指揮者を引き継ぎ、ゴスラーで、オラトリオと、男性合唱のコンサートの指導者を務めた。 特に彼はドイツにおけるフレデリック・ディ・リアスの作品の紹介に励んだ。クアハウス・ビースバーデン1909年にはジーク・フリート・オックスの後を継いでフランクフルト・アム・マインにあるリュール・オラトリオ教会の合唱指揮者に就任。1912年から1944年まで長くビースバーデン氏の音楽監督の地位にあった。 1928年から1933年まで、修理とはホテルオラニエンに住んでいた。1930年から1939年の間、クアハウスビースバーデンにおいて、ビースバーデン私立還元楽団の定期公演で指揮を取った。修理人は古典派、ロマン派、そして現代音楽をプログラムに組み込んだ。例えば、アルバンベルク。 クロード・ドビュッシー、パウル・ヒン・デ・ミット、モーリス・ラベル、マックス・レーガー、アルノルト・シェーンベルク、イーゴリス・ストラビンスキーなどである。1913年に、ビース・バーデンで、グスタフ・マーラーの公共曲第8番を初演したことで、評判は、ドイツ全土及び国外にまで広まった。1914年には、ロンドンのクイーンズ・ホール、ミラノのスカラザに、 ブラームスの公共曲第1番でデビュー。1921年にはベルリンフィルハーモニー管弦楽団を初めて指揮し、1925年からはブルーノ・ワルターと共にベルリンフィルの定期演奏会を指揮した。プログラムにはマーラーの公共曲第6番が含まれていた。1921年夏、ビースバーデンで開催された第4回。 ブラームス音楽祭では、ビルヘルムフルトベングラーと共に4つのコンサートのうち2つを指揮した。1923年にビースバーデンで開催された初のドイツマーラー音楽祭でも指揮者を務めた。1927年には、アメリカのセントルイス公共楽団に客演した。1929年夏には、シャルロッテンブルク宮殿にある、 プロイセン科学芸術国民教育省保護課の外国人のためのドイツ音楽院において指揮講座を開いた。1930年から1939年にかけてはオランダのスヘフェ人間でサマーコンサートを指揮し、コンセルトヘボー管弦楽団やハーグのレジベンスオーケストラとも交流した。ライプツヒ放送管弦楽団主席指揮者を呼び、 客演指揮者1930年代初頭のライプツヒでは、後にトーマス・カントルとなるギュンター・ラミンと競って、放送局のオーケストラの主席指揮者の座を獲得し、1931年から1933年までライプツヒ放送管弦楽団の主席指揮者を務めた。前任者のアルフレート・センドレーはユダヤ系だったため、放送局から追放されていた。 シューリヒトの指揮のもと、このオーケストラはドイツで最も優れたラジオオーケストラに成長したが、ゲバントハウスの理事会は1934年にヘルマン・アーベントロートを採用した。1933年にはオット・オークレンペラーからベルリン・フィル・ハーモニーが唱団を引き継ぎ、1934年まで指揮した。そこでシューリヒトはマルセル・ポートのアレグロ・シンフォニック、 ボリス・ブラッハーのコンセルタンテ・ムジークや、ブラッハーのハムレットとカール・ヘラーのバイオリン競争曲の初演を担当し、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団を指揮した。1934年には、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団を初めて指揮。1937年から1944年にかけては、フランクフルト放送交響楽団の第一客演、指揮者を務めた。 1942年と1943年には、占領下のパリで、フランス国立管弦楽団に客演した。パウル・ファン・ケンペンの対談後、1943年から1944年まで、ドレスデンフィル・ハーモニー管弦楽団の第一客演、指揮者を務めた。第二次世界大戦末期には、 アドルフ・ヒトラーが承認したゴッドベグナーデテンリストの最も重要な指揮者に含まれていたため、本国戦線を含む戦時中の派兵を免れた。1944年10月1日に修理人はドレスデンフィルハーモニー管弦楽団の主席指揮者に就任した。音楽評論家のカール・ラウフは、その年の7月にドレスドナー・ザイトゥングが見に、 カール・シュー・リヒトに関して陶酔的なコメントを書いている。彼を我々の時代の最初の指揮者の一人とみなし、ドレスデンの音楽文化について十分な見識を持っていることを証明しているとした。亡命とスイス時代多くの音楽家が平気に召集されたため、ドレスデンでは十分な練習をすることができなくなった。1940年代には、 国家社会主義体制との相違が増大し、例えば政治的圧力により1933年9月に離婚したユダヤ人の元妻の海外移住を支援した。修理人は1944年に収容所に送られることになり、知り合いのゲシュタポの兵士から事前に警告を受け、1944年11月にドイツを出国し、スイスに亡命した。 音楽ライターのフレート・ハーメルは、これはドイツからの追放に他ならないと語っている。編集者のトマス・カイルベルトは、修理人の政権に対する態度を、国内亡命とし、歴史家のマリアン・レブダーはトーマス・カントルである、ギュンター・ラミンの、困難な状況と比較している。音楽学者、ハンス・ハインツ・シュトゥッケン・シュミットは、好ましくない作曲家を指揮していることに、 大制への抵抗を乱すことさえできるとした。一方、音楽シアのフレート系プリーベルクは、修理人が1944年までナチスの大制下で恩恵を受けていたとの見解から、彼の経歴をより批判的に捉えている。修理人はスイスに移住し、1944年末にバレー州のクランモンタナに定住した。ルツェルン音楽祭で知り合った。 スイス人のマリア・マルタ・バンツとチューリッヒで結婚した。エルメスト・アンセルメの誘いを受けて、スイス・ロマンド還元楽団に入団し、数年間で60回以上のコンサートに出演した。マーラーやブルックナーを多く取り上げたことで、保守的な地方の音楽家の批判に囲まれた。ウィーンフィル・ハーモニー管弦楽団との関係1946年に、ザルツブルク音楽祭が再開された際、 修理人は、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団とベートーベン、ブラームス、ブルックナー、モーツァルトを演奏した。1955年3月、だらけたウィーンフィルの演奏態度に腹を立てた修理人は、ブルックナーの公共曲第9番を情熱的に、指揮して、見事にオーケストラを立ち直らせた。こうしたことがあって、口さがないウィーンフィルの楽団員も修理人には、 一目置いて、偉大な老人史と称して、特別に敬愛していたという。1956年と1958年には、ウィーン・ラクユー教会で、フルト・ベングラー記念コンサート、ザルツブルク・モーツァルト週刊を指揮した。モーツァルトの生誕200年にあたる1956年1月27日に、 ウィーンフィルの戦後初のアメリカカナダ演奏旅行に同行するはずだったエイリヒ・クライバーがチューリッヒで救世した。ウィーンフィルは主席指揮者として前日にザルツブルクのモーツァルテウム大ホールで成功を収めたシューリヒトを選出する。シューリヒトは指揮者のアンドレ・クリュイタンスと共に戦後初めてウィーンフィルハーモニー管弦楽団とアメリカとカナダをツアーし、 12のコンサートを開き大成功を収めた。この時、ベートーベン、ベルク、ブルックナー、ハイドン、メンデルスゾーン、モーツァルト、ヨハン・シュトラウス、ウェーバーが演奏された。このツアーから、シューリヒトとウィーン・フィルの蜜月が始まった。12月10日の人権デーに合わせて、国連総会にも登場。1957年、シューリヒトは、ヨハン・シュトラウスのワルツ。 美しく青きドナウでフィルハーモニー舞踏会を開き、1958年には、ウィーンフィルと再共演し、スイス、フランス、オーストリア、スペインで大規模なヨーロッパツアーを行った。以後、シュテファン大聖堂での演奏会など、両者の黄金時代が続いた。1960年、1961年、1964年、1965年に、 またもザルツブルク音楽祭に客演。彼が国際的な名声を獲得したのはこの時期だけである。晩年の国際的な活躍と死去1950年代と1960年代にはシュトゥットガルト放送交響楽団を何度か指揮した。また、NDR 交響楽団、フランクフルト放送交響楽団、ベルリンドイツ交響楽団、 バイエルン放送公共楽団とも共演した。1957年に、イリノイ州、ハイランドパークのラビニア音楽祭で、シカゴ公共楽団に、タングルウッド音楽祭で、ボストン公共楽団に客演する。1963年と1965年には、都営し、ロンドンのロイヤルフェスティバルホールで、ロンドン公共楽団を指揮した。 修理人は1943年からレマンコハンのコルソーシュルブベイに別荘を所有していたが1967年1月7日にスイスの病院で死去した86歳遺没1965年にザルツブルク音楽祭でウィーンフィルを指揮したのが最後の演奏会となった2011年彼の骨壺は ビースバーデンの北の墓地の名誉の墓に移された。修理人はバッハからマーラー、ドビュッシー、ストラビンスキー、ディーリアスまでレパートリーが広いが、特にウィーン古典主義と高キロマン派に系統しており、モーツァルトやブルックナー、ベートーベン、ブラームスの公共曲の演奏が知られている。また、グスタフ・マーラーへ大いなる音楽的な情熱を注いでいた。 若い時代の一時期を除くと、オペラの指揮は、ほとんどなく、リヒャルト・ワーグナーの作品には、あまり熱心ではなかった。同時代の指揮者としては、例外的に歌劇場との関係も薄いが、そのことに関しては彼自身も遺憾であったと、従回している。ザルツブルク音楽祭でのベルリンフィルや、ウィーンフィルとの積極的な共演で、世界的に有名になり、ブルーノ・ワルターや、 ビルヘルムフルトベングラーだけでなく、クレメンス・クラウス、アルトゥーロ・トスカニーにオットー・クレンペラーに肩を並べると言われるようになった。修理人はかなり高齢になってから世界的名声を得た人であり、特に晩年は、リウマチの悪化により、杖をつきながらかなり長い時間をかけて、式台に登場した。しかし、ひとたび式台に上がると、年齢を全く感じさせない輝かしい生命力が、 彼の色姿からもその音楽からも湧き出て、聴くものに大きな感銘を与えた。修理人の演奏スタイルは、基本的にテンポが非常に速く、リズムは鋭く冴えており、響きは生命力に満ち、かつ透明度の高いものであった。彼の楽譜の読みは、どの指揮者よりも個性的で、あるときは、 ざっはり日に厳しく響かせたり、ある時はテンポを動かしながらロマンティックに歌わせるなど、決して一筋縄ではいかない意外性があったが、音楽全体は革新と明晰さに溢れていた。また、同じ曲でも決して毎回同じようには指揮せず、演奏するたびに、新鮮な感動と発見を聞き手に与えた。修理人は指揮者として客観性を重視していた。 シュトゥットガルトの音楽編集者ゲッツティームは彼のリズムの明快さをピエール・ブレイズと比較している。彼のモットーは何かを想像することはそれを使用することより優れている。音楽学者ベルナルド・ガボティは作品に忠実で適切でユーズムゲであると評している。1955年彼は連載偉大な解釈者で修理人を肯定的に評価した。 彼は、シュー・ヒリヒと、聞き手の感覚の、あらゆる能力に対応できる、現代の3、4人の最も偉大な指揮者の一人に、数えている。音楽学者のリヒャルト・シャールとビリー・タッポレットは、解釈において、堅固な精神性が牽引しているのだと語っている。音楽学者のマティアス・マイヤーは、シュー・リヒとの解釈を、バランスが取れて、完璧と呼んだ。また、 オペラ演出家のルドルフ・シュルツイ・コールド・オンブルクは、修理人について、次のように述べている、このそびえ立つ小柄な男の仕事ぶりと音楽作りは、作曲家の作品に対して、完全に一歩下がった芸術的な謙虚さに特徴があった。ビースバーデン氏には、カール・修理人通りがある。また、ビースバーデンのクアハウスには、カール・修理人サロンとクリスチャン・サイス・スザールの前の、 記念碑がある。修理人は、室内楽歌曲、還元楽作品、そなたを作曲した。以下の作品は、ビースバーデンのドライリリアン・バーラグから出版されている。上記に加え、1955年の遺言で、カール修理人は、全財産を4番目の妻、マルタ修理人ン通に依存した。後に、ヘルムート・ァイスバッハに訴訟を起こされた。 ヨハネス・シューリヒトは、1908年から1922年までの、フレデリケ・ハイネマンとの結婚生活の間に生まれた、息子で、ハンス・バイス・バッハの養子である。シューリヒトは、子供の不正を常に疑っており、生前、娘・婿と孫への養育費を3万スイスフランに、制限していた。某州民事裁判所は1969年に、原告に、 有利な判決を下した。マルタ修理費とは、1971年に、スイス連邦最高裁判所が、父親が離婚した妻とその息子の子供の、養育費として支払った金銭は保証の対象にならないとの理由で却下した判決を不服として、抗告した。EMI やデッカ、コンサート、ホールソサエティ版など、多数のスタジオ録音が残されているが、 放送用録音の発掘も現在盛んに行われている。ありがとうございます。